第65回輝く日本レコード大賞の各賞受賞者、受賞曲が発表された2023年の日本レコード大賞候補となる優秀作品賞には、新しい学校のリーダーズ、大人ブルー、ミセスグリーニアップル、ケセラセラ、緑黄色社会、サマータイムシンデレラ、アド、ショー、ジュイネッツ、だって巡り会えたんだ、ニュージーンズ、リト、ジョーイチ、トリガー、イマセ、ナイトダンサー、市川由紀の、花はずらい、BE、ファースト、メインストリームの10作品が選ばれた。また、木村哲司、フルーツジッパー、僕が見たかった青空、リムリーグの4組が、最優秀新人賞、候補となる、新人賞を受賞。編曲賞には、天童よしみ、星見酒、編曲、本間明光。企画賞には、南春夫、決定版、南春夫映像集、竹島ひろしのヨーロッパ三部作、プラハの橋、一枚の切符、サンタマリアの鐘、日本作曲家協会選奨には、辰巳ゆうとが選出された。各賞受賞者、受賞曲は、下記の通り、優秀作品賞、曲名五十音順、大人ブルー新しい学校のリーダーズ、ケセラセラミセスグリーンアップル、サマータイムシンデレラ緑黄色社会、昭和の、だって巡り会えたんが純烈、リトニュージーンズ、トリガー上一、ナイトダンサーイマセ、花わずらい市川由紀の、メインストリーム BE、ファースト、最優秀歌唱賞、ジュジュ、特別賞、五十音順なの、呪術廻戦ニュージーンズ、特別国際音楽賞、エンハイプン夜遊び、作曲賞、作詞賞、編曲賞、作曲賞作曲者、綾瀬、アイドル夜遊び作詞賞作詞者、ヒロ、IMAMS マイファーストストーリー編曲賞編曲者、本間明光、星見酒、天童よしみ、新人賞、五十音順、木村哲司フルーツジッパー僕が見たかった青空、リルリーグ、企画賞、作品名五十音順、決定版、南春夫映像集、南春夫、前略、道の上より、エビダン、エビス学園男子部、広場広場ヨーロッパ三部作、プラハの橋、一枚の切符、サンタマリアの鐘、竹島博士、日本作曲家協会選奨、辰巳ゆうと、特別功労賞、五十音順、犬塚博士大橋純子観小西良太郎坂本、龍一桜八千高橋幸宏竹村二郎谷村、新次演山一目浦徳子門田義則、第65回輝く。日本レコード大賞は、12月30日土曜日17時30分から、TBS 系で生放送される。第65回輝く日本レコード大賞放送 TBS 日時12月30日土曜日17時30分22時間連リンク輝く日本レコード大賞オフィシャルサイト輝く日本レコード大賞オフィシャル X ツイッター輝く日本レコード大賞オフィシャルインスタグラム輝く日本レコード大賞オフィシャル TikTok